第13の4免許人または登録人が電波法または電波法に基づく命令の規定に違反して無線局を運用したとき総務大臣から受けることがある処分は何かですけどね、これはね、結局電波法に基づく命令の規定に違反して無線局を運用したということで、例えば自動車で言いますとね、メンテ言いますかね、まあ、それ1ヶ月メンテになってるのになおかつその車を運転したということですね。こうなるとこれはもう免許の取り消ししかないですよね、はい、4番が該当しますね。これはもう無線局のですね、免許の取り消しですね。